次見るトイレのもしものストーリーを見ていこう第14弾イエーイ。もしも73はパート2で Z マンが倒されていたら、どうもスケビリトイケ YouTuber のフェルです。さあ本日は少しお久しぶりとなりますスケビリトイレのイフストーリー、いろいろ見てきたんやけれども、73はパート2でタイタンズ VS Z マン戦が幕を閉じましてね、それにあたってまた世界中のクリエイターさんがいろんなイフストーリーを作ってくれたと。ってことで今日はその中でも5本厳選させていただきましたので、今日もみんなで楽しんで見ていきましょう。今チャンネル登録者20万人目指してるので、スケビリトイレが好きな方はチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。お前ごはん、はい、じゃあまずはもう早速最新話のイフストーリー、もしも73はパート2で G マンが倒されていたらというね、あれもう、もういきなり全然違う、これ73はパート 2? あ、来てる来てる、タイタンズ来てる、あ、なるほどね、こっからや、もう話全然違うやん。まあ73、うわやばいやばい、めっちゃ暴れてる、えぐえぐえぐ、Gマン倒される気配ないで。やばすぎやろ。あ、大暴れやん。えぐいえぐい。サイエンティストな。これロボットサイエンティスト。あ、だから、ロボットサイエンティストが倒される前にタイタンズが来てたってことや。あ、ちょっとあったな、こういうシーンも。はいはい、おお、やばいね。あ、これはちょっと Gマン不利になってきたで、ね。すごいな。映像のクオリティがやっぱ相変わらずすごい。あれタイタンドリームあると。あ、来た、次、タイカメ先輩。おお、すごいな。いや、ざわつわ、やばいんちゃう。敵だ、ロボットサイエンティストがしぶとい。しぶといっていうか、粘ってるな。あ、やばいやん。え、全員一斉攻撃。それは無理やわ。それちょっとジーマンかわいそうやって。ああ。やられた。それはちょっとかわいそうなってきた。もうみんな、あ、え、もうだってみんなGマン大好きやもんな。あらあらあら、やられたやられた。お、うわぁ、ジャガーノート切り寄った。ここで、あ、で、このイフストーリーやったら次、アストロとタイタンズがまた戦うと。はい、次これ二つ目。これもね、実は同じ、イフストーリーで、Gマンがもし最新まで倒されてたらっていうね。なんかめっちゃリアルやな、映像。Gマンの顔のリアルさすごい。おー、すごい。はい、あ、これは、これ、あ、これあったあったあった。これあったで。めっちゃリアル。顔リアル。でもこれも Gマン倒されるの。もう顔すごい。Gマンの。あ、やばい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 。あ、あ、ええー、顔剥がれた。え、ロボット出てくる。え、チューしたの。ええ、何これ、え、どういうこと、え、どう、おいおい、いや、これやってるやん、これ、あかんあかんあかん、これなんか リーク情報と混ざってないか、これこれ見たあかんやつだよ、これ。おい、急にあかん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 、ちゃ、なんか思ってたんと違うぞ、これ思ってたんと違う。あかんか、良い子は見ないで、これ。はい、はい、次、ま、今のはもう忘れましょう。はい、次、もしも71話、パート1で、パート1っていうか71話か。で、Gマンとタイタンズが戦ってたらと。おお、あいつやで、あいつ来たで。はい。この後、Gマンが出てくると。おう。え？来たよ。はい。このイフストーリーもな、何個かあったような気するな。はい、来た。タイスピ先輩。ここでな、戦ってたらっていうのもおもろいけどな。まだだから、タイカメ先輩がここ、アストロン手になってない時や。うわ、ここで出会ってたら、どう、うわ、すごい。うわ、出た出た、この攻撃、さっきもやっとったな。これ、めちゃくちゃ回転しようね。これ、タイスピ先輩の技やけどな。これ、Gマンの技ちゃうで。さあ、これはど、これ決着どうなんねや。これは。うわ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 。おー、さあ、どうなる。怖い顔。Gマンのあの顔。腹立つ顔。お、来たで。なんかスローやな。
ああ、もうこれジーマ負けるんか。おお、粘ってる。粘ってる、粘ってる。全然ビーム。え？あ、どこ行った？あ、え？どこ行った？強っ。え？怒ってんで。めっちゃなんか、子供みたいな顔で怒ってる、ジーマ。あ、終わりこれ。終わり。はい、次。これね、結構遡ります。もしも57話でタイタンスピーカーマンを救えてなかったらっていうね。これも確かに気になる。救えてなかった場合。うわ。ここでな、タイタンスピーカーマン救えてなかったら結構絶望的。あれ？テベヨマン入っていったね。はい。本来はここで救えてるはず。やけど？あら、え？え？今ここ逃げていくよな。え、もう最悪やん。逃げへんかったジーマン。やばい。うわ終わりや、こんな。最悪や。うわー、太鼓先輩かわいそう。うわー、いじめられてる。悲しい。ここであの悲しい曲？あ、グッドポーズしてる。うわぁ。終わった。こうなってたらもう、スケビディトイレ終わってたんちゃう？かわいそう。すごい倒れ方してる。放置されてるし。はい、じゃあこれ今回最後、もしも47話でタイタンスピーカーマンを救えていたらっていうね、もうさっきとは真逆。さっきのはもしも救えてなかったらっていうね。はい、あったよ。もう、すごいな。ジーマンの顔めっちゃリアル。はい、では、バー、来ます。デュアルバズソー。めっちゃ投げられたで、今。あ、もうこれで勝っちゃう。みたいな。おー、えぐっ。おい、これで、あ、来た。え、おーおー、あら、おーおーおー、タイスピ先輩弱すぎ。買っちゃうんやん、これで。すごい、えぐ、なんかこのストーリーえぐない？さっきからさ、刺す時の演出めっちゃエグいねんけど。あー、これでもうあれや、解放や。いや、でもここで解放されてなかったから、スクビディトリアな、よりこう、なんていうの、こう濃厚なストーリーになってるって思うよな。どうしたなんか泣いとんぞ。はい、これでおい。強こいつ謎に強いぞ。ハゲ見えたで。ハゲ出てきよった、ハゲ。あー、これで、救えましたと、いうことで。あの顔出た。必殺の顔。はい。ということで、今回のイフストーリー以上でございます。ということで、いかがでしたでしょうか。いや、やっぱね、久々にイフストーリー見たけど、おもろいね。でもね、最近ね、一時に比べたら、ちょっと、イフストーリーをね、作る方が減ってきて、少し寂しい気持ちはあるんですけれどもね、またこういうおもろいイフストーリー集まり次第、動画撮っていきたいと思います。ではね、最後まで見てくださった皆様、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ぜひみんなも一番好きやったストーリー、どれやったかコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。